10、ああ頑張ります、頑張ります。喋っていいですか。最近 PC エンジン DuoR 買ったんですよ。みんな遊びに来てからね、今日ね、ボンバーマン93が家に届いたんで、よろしくお願いします。全然関係ねえんだけど、余裕かよ。え、もういいの、始めるの、やるよ、やりますよ。さあ、ワンピーガーがサイドレンプルとツーピーガーがクロスだ。皆さん、ジェスタキー応援お願いします。実況は吉尾さん、解説は小江門でお送りさせていただきます。よろしくお願いします。さあ、まずね、はい、一つ言いたいのは、はい、キャラよりもですね、はい、この二人の今までの関係性をね、まあそうですね、ぜひ、まあそこから掘り下げていかないと、そこから掘り下げていって、今回のどうなるかっていうのをまず言いたいですね。さあ、遠い投げ打つ、どうだ、投げる、投げる。さあ、まずはイケイケで押してきたという感じですね、はい、まあ終始展開としてはフェロンが押してバイソンが対応できるかという話になってくるでしょう。さあ、時の飛び越し、支援、二択が下段、投げる、投げ投げる。これ一気に来ましたね。さあ、レイド空ぐらいからはあれですかね、中盤にしてその後の攻めを重視みたいな感じでしょうか。そうですね、下が溜まってないので投げ返しができない相手には中盤埋めるようにアドバイスしました。さあ、まずは一つ対策を取ってきましたというところでしょうか、はい、あのクーグライもホイホイの抜ける一つの方法なので、はいはいはい、はい、おっと、タッチオーパンでグラウンド止めたぞ。さあ、まずは 0-1 という感じに、ね、なりましたね。そうですね、に下段でいく。さあ、暴れ潰しもまずできた、どうだ、3段目やってくる、グランド。さあ、ビクリ来た、これはしっかりガードして、おっと、安いが掴んでいけ、あれは確定ですね。この強気な投げがね、非常に大事ですね。うまい、小判ストレート、小足の可能性がありますね。しゃがみシューパン、しゃがみダイパンに小足が一方勝ちできるんで、なるほどなるほど、モーションは全く一緒なんですけど、タッチダイパン、レッグを止めたが今度は支援、暗い投げ、ここで暗い投げ、うわー、ガードができてない。さあ、ヘッド出すところを飛び込んで投げていきました。レッグ逆右を読んでしゃがみアッパーを仕込む練習をしてるんですけど、あ、なるほどなるほど、はい、レッグ仕込む用にね、しゃがみアッパーを仕込んでタイミングが間違えちゃうとスパコを使っちゃうとね、スパコはちょっとデモ遅いので、はい、さあ、投げ返した、これはガードしている、あれはヘッド確定です。投げて無理やり行く、グランド、さあ、コパンからずらしていく、いて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 、超いて、削りであるぞこれ、あーどうだ、今のはスパコンでといったとこだと思いますが、そうですね、出かけ2回最速の後はスパコン確定するので、あれ距離が足りないだけでマイナスフレーム自体は結構大きいので、はいはいはい、はい、5フレのクレイジーはどこでも、じゃあ全然出しOKってことですね。はい、大丈夫です。ちょっとそこは失敗してしまったというところでございましょう。さあ、このゲームね、もちろんクロスの方がレッドとしては長いと、そうですね、いうところなんですが、まあ2人ともね、当時は溝の口でスト4やってみましたということで、さあ、スト4から長い間溝の口としてやっていたんですけども、まあ、クロスは相変わらずああいう性格なんで、まあそうですね、まあ、ちょっと皆さんに好かれてはいるものの、はい、真面目にやらんのかという話を、まあ、エントリーとだけじゃなくてね、今日も来てるプレイヤーとか、はいはい、他にいろんなプレイヤーがいて、そこでこう、しゃがみアップうまかったか、無理やり行く、今のはもうストコン出されてもいいやと、そうですね、これはもう勝ってる家の選択肢ですかね。まあ、ただこれは予想の範囲内ですね、うん、初めはやはり経験値があるクロスさんが取っていく、プラスちょっとその一つをやるに一つ特有 の、はいはい、厳しさ厳しい入力を要求されるところですね。そうですね、はい、あとはいかにこのキャラパワーというところを生かして戦えるか、はいはい、まあ、今のヘッドとかもそうですけど、さあ、投げ返した、うまい、中盤、これでレッグを潰していく、ちょっ
とレッグを通しちゃってますかね。そうですね、引きつけてリブランドができないと。ヘッド、ヘッドを当てる。あーと支援を出していく。さっきはグランドエンダイパンっていう連携を対応してて、うん、それにまあ新客を合わせてるんですけど、ちょっと遅らせるだけで新客に勝てるんで、はいはい、あ、そういうことですか、はい、タイミングずらしたりとかの工夫がちょっと必要ですね。裏上げる、裏回り投げる。さあ、さあ無理やりいけ、おーと投げる、無理やりきた、うまい、無理やりきた、これで溜まった。あー、冷静に。ちょっと待って、グランドは、まあ、先ほども話した通り、溜まると劣化圏が打ちにくくなるので、バイソン側も攻めやすくなります。確かにちょっとやっぱレッグを通しちゃったのが気になりますね。そうですね、うん、お、さあ、コンボがミスった。どうだ、まずいかで行く。今度は投げる。あ、さあ、ここでガードをした。やーと、あー、またこれも食らってしまう。まあ、置き攻めやんないっていう選択肢もありだと思いますけどね。さあ、そんなこんなでストフォーの方は、はい、真面目にならんのかと言って、はい、やりつつ、まあ、チームで一緒に出ようなんて話をしたら、はいはい、まあ、皆さん見逃しても一緒になってきたんで、なるほど、いつかチームで取れなかったと。で、片やもうエゴジャパン3位になるほどの、確かに、あのファイナルインペルトさんなんで、まあ、しかしここでじゃあ自分の畑の一つはどうなんだと、確かに、いうところがこのね、はい、噛むわけですよ。そこがこのね、今回のアスタなんですよね。なるほど、それをね、非常に分かっていただきたいんですけど、ここ、見てる。さあ、やはりそんな性格を反映してか。さあ、何をやっているんだ。なぜかガッツポーズするクロス。つかしていく、うまい、さあ反応した。ついにレッグに対してグランドアップが出てきました。ためは非常に速いので、こうなるとこの距離いいですね。動けないぞ、はい、こうなるとフェイロン動けない。そうですね、これがキャラ差です。さあ、一時期はワンチャンがあると言われたこの組み合わせ、まあまあ、ワンチャンすらなくなってきたと言われるようになってきました。話さんのせいですから、これそもそもこれがいい組み合わせとか言われ始めたのは、やっぱり冷静に考えるとワンチャンがないと、まあノーチャンスにできますよね。いや、昔なんか沼さんのフェイロー戦があれは知らなかったですね。相当チャンスなしみたいな感じでしたね、はい、うん、いや、なんかハナシーさんがどうやってビルを傾けるかみたいな話をしました、はいはい、違う沼の話をしました。これは水槽を何個買えばいいんだとか言って、もう違うじゃん、はい、さあ、エンタイパン、パンパンうまい、グラド、ガード、さあ、うまい、空の光も冷静にいっている。これバイソン超有利ですね。うわー、今空回してしまった。これは痛いが、拾い切った。浮くのはまずいんですよ、バイソン飛び際が暗い判定でかくなるので。はい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 、浮いちゃうとまずいです。歩き投げ、強気にいく、投げる、投げる、返されるまで投げる、はい、さあ、もう投げしかしねえか。投げのみで、あのクルグラの後は投げ返ししか選択肢がないんですよ、バイソン側は。はいはいはい、もう従った目がないんで、だからそれやるだけでだいぶメイロン側は攻めのターンが終わっちゃうんで。さあ、言われてみれば数は1号という感じですが、はい、どうでしょう、ここまでは皆さん割と予想通りみたいな。そうですね、はい、最初はクロスが走る、ここからいかに変えていけるかっていうところが、まあ、10先というルール特有の読み合いがありますね。さあ、これ冷静、これはしっかり掴めるはずだ。さあ、これを掴めたいですね。あれしかやってないんで、さあ、ようやく開催者も決まった。ヘッド、さあ、大ヘッド出せなかったですね。大ヘッドはすごい確定ですが、ヘッド確定か、2発目までしゃがんどいて3発目立つと、あの立ち往生のニックバックで下がりますね。で、グランドストレートアッパーが入りました。玉島ガードですね、はい。さあ、ちょっと高い、さあ、中継ゲラを混ぜる、これは打ち切り、3発目投げる、これですね。さあ、しかしガードしてからヘッド、グランド、さあ当たり始めた、ネジもたまる、投げる、さあ待つ、下は
切っちゃダメですよこれ。はい、あスパコン出していく。このブッパにリターンないんでフェイロン側は、はいはいはい、垂直ジャンプしておくぐらいしかリターンがないんで今のは全然出してもいいですよね。そうですね、これさっきのバックジャンプは押してます。さあ投げが決まっていく。フェイロンが固まってきたかどうだ。ちょっとさあ暗い投げを利用した。投げるグランドストレートエンダイパンそろそろ変えていった方がいいと思います。そうですね、さっきシーンに対して一応ねアッパーしたんですよね、はい、はいはいはい、ちょっと遅らせるかバックジャンプとかで全然安全なんで。さあ一六、これでも全然バイソンやれますからね、はい。さあ再び支援、もう手癖になっちゃってる部分になってますかね。どうでしょう、狙われてますね。投げる、さあ投げて、そうですね、投げて飛んでいく。レッグタイク、ここはよく見てる。さあ果たしてこの勝ち方がいいのかってもありますよね。いや返さないうちはずっとこれで大丈夫です。投げ返されてから変えればいいだけの話なんで、これは戦い方としては正しいです。レッグ、さあ歩きレッグ、これはちょっといい感じですね。はい、またやってる。あー、めり込んだところ支援でくる。これさあ友田さんのコメントでクソゲーって書いてます。まあまあまあ友田さんのコメントでクソゲーって書いてますね。ちょっと同じやられ方が目立つので、変化が欲しいですね。ストフォーも最初こうだったんですよ。はいはいはい、あまりのクソゲーするんで、まあクソブームなりぞーってエンジェルさんは、はいはい、はい、ね、よく力勝手は逆転するのに最後時間かかったんですよ。はい、なかなかストツーもね、そんな入ってないですよね。まあそうですね、シンプルなだけに。ガードして支援、これはちょっと確信犯か。ボタンを押すだけの状態で仕込める分、まあ、結構比較的仕込みは簡単ですね。さあ投げる、これはうまい。ちょっとコンボが、さあしかし投げて返してくれ。いやこれまずいですね。コンボを練習してくれなかったか。リターン負け、リターン負けですね。さあしっかり待って、ヘッド。これ分鎮のせいもありますね、ワンちゃん飛び火しますよこれ。スパーリングパートナー分鎮がなんかでやりました。あの劣化神拳の大将とかヘッドとか絶対分かるはずなんですけど、はい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 、多分教えてないまであります。なるほど。さあなかなか細かいところを、うまい、いつもと来れなかったか。どうだ、投げる、結局こうなるんですけど、投げるこれの返し方を練習するより、これに行かないようにする対策をしてきたかどうかっていうのが、そっちが大事ですね、はい、うん。さあこのままだとクロスがでかいかもしれないぞ。しかし勢いありますね。大丈夫か、これをここから止めるのはなかなか骨が折れますよ。さあ投げ、ちょっとコンボがそうですね、少々からも連携で十分なのでというところが、もう刻みを立ちに変えるかとかした方がね、そうですね、いいんじゃないでしょうか。多分立ちに変えた結果ストレートが出ちゃってるんですよ。はいはいはい、出番が早いっていう。さあ二択の下段を混ぜる。練り込んだ時の真似をするだけとね、はい、4発目が刺さらないと、ね、最後の5段目にならないとやられ判定が出現しません。さあレッグを投手しまう。グランドストレート、グランドストレート、やー見てる、何かヘッド出してしまった。投げる、ヘッド出してる、ここはガードしている。いいよ、リーチだな。さあリーチになってしまった。まあ劣化圏2発目めり込んだりしてるところに半角が取れてないので、まあ、純粋に火力差がちょっとありますね。殴り合えばいい勝負というか、バイソン側も火力出せるんですけど、ちょっとそれを引き立ててない感じがあります。ちょっとミスがミスになっちゃって、お互いやっちゃってるね。そうですね、で単発で投げっていうワンボタンでできる分、フェイロの方が、はい、楽ができますよね、はい、そうなっちゃうと。確かにこれバイソンにしてはこうかなり難しさを要求されますね。そうですね、なかなか難しい部分があるんで。仕込みのタイミングがちょっと早すぎましたかね、はい、そうですね、ちょっと遅くなっちゃったよね、はい、レックは。あ、そもそも、いや飛びが低かったね、そもそも先飛びが低かった説ある。
グランド。さあ、あるぞ。大パン。これは大パン。あと上だけ。ここでシュート。ヒット出していく。あと上だけ。おー、アルキシュバレバレ。バレバレ、さすがにバレバレ。さあ、なんかこれを見てるの、でも俺は個人的にストフォーもこんなんだったんだろうなっていうのが、まあそうですね、容易に想像できます。それをね、それを跳ね越えてウルフォーベソ3スリーになったね、エンペルさんは非常に、はい、見ていただきたいと思います。おー、うまい。あー、見てから、やばいやばいやばい、これ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 やばい。あー、シュートぞ、投げる。あー、エンダイパン欲しい。しっかり見てる。レックこすってるだけなんですけどね、さっきからレックに。そしてなんか応援がやばい。グランドが出ないのがまずいっすね。グランドアッパーが出ればね、グランドアッパーが、その反応がペロさんの持ち味なんで、それが出せないように劣化圏でうまく揺さぶられてますね。下に意識集中させられてます。うまい、使ったところでショーパン、やっちゃった。さあ、割とクロスもいいところで待ってるが、あー、うまい。逆タクで劣化神剣投げる。さあ、これでスーパーリーチですよ。リーチに優しくかけてきました、クロス。しかし、どうだ、大パン大パン、まだわからないぞ。ヘッドです。まあ、ヘッドをやろうとしてること自体が、投げ返しから行く。さあ、やっ返してきた。そういうこと、そういうこと。アッパー、あれでいいんですよ。ヘッドなくてもグランドアッパーで潰れるんで。さあ、掴んでいく。無理やりヘッドを待つとしゃがんじゃうんで、その場待機なんで、フェイロンは動きやすいですね。ヘッド、ヘッド、これは見てる。さあ、頑張ってもらう。ヘッド、ヘッド。さあ、うまい。さあ、グランドが刺さる。グランドアッパー、これはアッパーの感じですよね。はい、さあ、タッチダイパー結構我慢したけど、投げてしー、クロス圧勝でしたね。ということで、クロス10のペルオ2という結果になりました。ありがとうございました。さあ、お二人お疲れ様でございました。じゃあ一応勝った方に行かなきゃいけないのが悲しいですね。はい、勝利者インタビューをやりたいと思います。はい、ではですね、一応勝っちゃったクロス君に一言お願いしますということで、この1ヶ月、平日の昼間とかシャルさんを呼び出して作戦とかやっていただいたり、あとは南浦和でデンさんとやってもらったり、あと誰だ、ヘイデー、ヘイデー、直木バイソン、友田バイソンと、やってもらって、これは負けねえだろうと、ぐらいまで、自信をつけさせてもらいました。本当にありがとうございます。で、最後にですね、南浦和コエモンバイソンに1時間やってもらったんで、キャラサラ、とても感謝しております。ありがとうございます。 PC エンジンドゥワールってすごいゲーム機でですねPS4 とどっち買うか迷った俺の中で、アニコレはドラゴンナイト4っていうのをずっと1週間やって、今レベル6で、あ、すいません、あ、長い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 、エンペンさん、エンペンさん、またの名を菅野さん、今あかん、今あかん、あ、いけそうだ、いけそうだ、エンペンさん本当にありがとうございます。おかげでおろそかにしてたバイソン戦練習するいい機会になりました。ありがとうございました。さあ、じゃあ、ね、
なかなかちょっと一方的になってしまいましたけども、はい、まあ、この2人の関係にね、また2年後ぐらいをに注目していただいて、そうですね、うん、ちょっと歴の差がはっきり出ちゃった感じの知識差が結構あったんで、ちょっと2年後ぐらい期待したいですね。そうですね、またリベンジマッチを、もう1回ぐらいやりたいという感じでございます。さあ、マッツン兼アーハーっていうコメントですが、マッツンさんっぽいコメントですね。マッツン兼アーハーってコメント、さあ、なかなかね、皆さんの応援の入りっぷりが分かるような感じでございましたが、はい、さあ、じゃあ、突発的にやっているこのイベントですけどね、また次も、何かやりたいというプレイヤーからのあれがあれば、はい、随時行っていきますので、まあ、ここのコメントとかでもいいですし、はい、川島と伊藤君が候補に上がったんだけど、ほいほい、断った、ツイッターで断ってた。それは別に公開していいですよね。はい、カワシム対闘魂を、はい、ガムシャラジャパンの今後のチームのあれに向けて、いやいやいやチームリーダーですからね。あの抜けれるか抜けれないかみたいな、はい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 、山下麻雀みたいなね。やばいやばいやばい、そういうものをかけてやろうとしたら、闘魂うさぎの世界断ったってことですね。ってことはもう抜けていいってこと。抜けていいということですね。ハメじゃねえか、ハメ、ハメですね。ハメじゃねえか。さすがチュンリー来た、使い。さすがチュンリー来たねえな。さあ、そういうことも、ありましたんで、ぜひぜひ次ね、面白いものがあれば、はい、やっていきたいと思っております。またね、皆さん盛り上がっていきましょうということで、はい、よろしくお願いします。ちなみにですね、宣伝していきますと、7月15日、7月15日、鹿島那にて、お疲れ様大会というものがございますと、そちらの方と、さらにですね、来月は、8月の10なんだ11ですね、はい、8月の11に、エスト34がございます。イースクですね、はい、秋葉原イースポーツキャニでございますので、そちらの方ですね、皆さんやって盛り上がってまいりましょう。今年もね、まだまだ X あります、11ですね、はい、コメントどうもです。ということで、やっていただきましょう。じゃあまたね、次の、次のガチに向けて、はい、やっていきましょう。皆さんお疲れ様でございました。お疲れ様でした。ワンちゃん文人のせいあるな。